言葉もできない私が告白した時 OK してくれてありがとうございます。その時クリコがもしかして OK しないと私人生には本当に日本もないし、めっちゃ嬉しい。あ、本当ウェウロー、クリコウェウロー、ウェウロー、あれあれ、空気、おはようございます。ありがとうございます。空気カフェクックリコ입니다。金경식입니다。あ、오늘한번해볼거는、응、私たちが今チェックやって2年以上ぐらいになりましたじゃないよ。そして一週に住んでもうそろそろ1年이고。確かに。それで今日は感謝チャレンジを準備してみました。감사チャレンジは뭐예요？一緒に住みながら喧嘩とかはもちろんめっちゃするんですけど、お互いに감사해요。そんな話はまあまああんまりわざわざしないじゃないよ。確かに、なんか若干倦怠期かなみたいな雰囲気もある。ちょっとなんかそんなお互いにありがとうね、それは心で考えるけど、悪いポイントがあったらそれはすぐ話してなんか。確かにわざわざ一緒に喜んだりとか、プラスなことは話さなくなるから。久しぶり手をケチして目を見ながら、もう恥ずかしいですけど。うわ、本当恥ずかしい。あ、それでも今がチャンスや。今じゃない。しないじゃない普通は。ねえ、だってクキカップルと言ったら冗談じゃないよ本当に。ありがとう心で高校時ちょっと考えてみてください。私もちょっと考えます。あ、ありますよ。ありがとう。クフキヒテルして、はい、え、私から、うん、ベル見て笑わないで、本当笑ったらダメ。わー、私はわー、どっかめっちゃ久しぶりにお互いに見るんだね。結婚式みたい。キムギョンシックは、ね、冗談がのぶ面白いです。それで冗談のセンスもやばいよ。いつも私が立てないぐらいに面白い時間を作りますじゃないよ。楽しい時間をありがとうございます。あれ見たあれ、めっちゃ不思議なことが、うん、私の一番目が冗談についたらしい。すごい、おっとっけ。それが私のツボと同じだから、こんなに大人になって笑うことって普通ないじゃないよ。嬉しいなと。クリコも知ってますけど、私がダイヤモンドとか BMW とか買うことはできないんですけど、クリコの笑うは私がいつでも作られる人と思います。いや、これ積んでる違うよね。うるさいバカ。私が冗談してもちょっと面白くない冗談しても笑ってくれてありがとうございます。なんか最近のは笑うポイントが高いになって、それストレスのためシャワーするときハゲになる。これかも知ってますけど、私は人間の面白いにするとき一番嬉しい人なんで、これこれ笑うときが一番私は幸せも楽しいです。ありがとうございます。고맙습니다。감사합니다。最近私もチャギの影響で笑いのセンスがちょっと高くなってきてる気がする。그렇지맞아。でそれで私たちの日常がクオリティが高いかなと思います。なんでそんな真面目なの？あ、私じゃ、私ね、真面目がいい？あ、いやいや、真面目がいいではないんで、私はもんが、ちんちゃ真面目や。なんか、はっはっはっとかに したい。キム・ギョンシクさんが、いつも家族を大事にしてくれてありがとうございます。대박。え？私は2番目、家族話しんで。え？もちろん私の家族を大事にしてくれるのはあるんだけど、チャギが自分の家族を飲む大事にしますじゃないよ。그럼요。それも嬉しいし、私にもチャギの家族を大事にさせてくれてありがとうございます。私が私家族を大事にしますは、それは人間としてもちろんですけど、クリコは自分がありがとうという考えをするから、それが本当にありがとうございます。私たちが韓国に行くときとか、私両親が日本に来たときとか、本当に家族みたいにクリコが優しいにしてくれて、楽しいにしてくれて、それは本当にありがとう。そんなクリコを見て、私の家族みんながクリコの好きを信じられますと、自分の息子が日本に今いても安心と思いますよ。감사합니다。감사합니다。でも、これ話ができないぐらいの감사합니다。一つに会う時とかめっちゃディープじゃない、うん、私の家族だったらお兄ちゃんの結婚式とか、うん、お正月とか、うん、私たちがお互いに家族に会ってもなんか静かにいる人たちじゃなくて、クリコも私家族前で明るいにして、うん、私もクリコ家族前で明るいにして、お互いに家族が恋人が外国人だから心配もちろんあるはあるけど、それを私たちがブレイクが終わって、お互いの家族にも感謝と思います。감사합니다。감사합니다。めっちゃいい話だ。私진짜泣きたい。私も今。な、どうして。오늘뭐야우리。気持ち悪い。一緒に住みますじゃないよ。タロタロ時間を作るっていうのを
を教えてくれたのがありがとうございます。ああ、超難しい。例えば私たちが一緒に住みますときに、자기는그냥ゲームしますじゃな、うん、그냥ゲーム하고、友達と連絡하고、SNS サーフィンするじゃん。いい意味での束縛、うん、しないから、なんかいい距離感、うん、一緒に住んでるけど、そんな意味ではいい過ごし方を教えますから、ありがとうございます。ありがとうございます。人間の性格だから、うん、初めて同棲してはそれ時間作ろうだと難しかったも、もちろんそれが正解じゃないですけど、それを理解して今はなんか、あ、ちゃんいいですよ、こう話してくれてありがとうございます。本当にそれについてもか、あんにだわー、これでやめます。私隣で本当に恋人として愛もするし、たまには友達みたいに遊びます、たまには家族みたいにケアしてくれて、これは本当にありがとうございます。うん、特にこれから私にいらない時はうるさい時は本当に私はお母さんみたいからシャワーする時ハゲになるけど、またそれじゃもう最近排水口がやばいんだけど、もう父誰も知らない日本ではこれから家族、恋人、友達、ペット、ペット、もうあんたいろいろな意味で全部これからしかないから、それ感謝みだ、感謝みだ。逆に韓国に私がもし住んだら、うん、チャリにお願いすることに、うん、それ私もこれ忘れないで、ありがとうお母さん、별말씀을요、별말씀을요、별말씀을요、미쳐맞추면뭐야、자기는、응、엄청잘해요、근데노력하니까만족도가되게높아요、감사합니다。そして私が一番好きな時間は後でフィードバックする時間、パンソンフェイ、次はもうそのパンソンのポイントが全部クリアになって、あ、私はもともと学校でもホモックが上手ないと本当にそんなに思います。それもあって私たちが喧嘩とかも、うん、これね、진짜正直に뭐랄까、カップルは夫婦ならば本当にそんな考えかもね、私は진짜대전のナポレオンじゃない、うん、그치、私たちの本当に私が長所の中で一つはそれについて진짜自由に話し、それがいいと思いますよ。不満がない、うん、不満があったらすぐ話しますよ。ここが感じろうとき、これしますよという話がいいし、友達に話したらこれとはどうやってしてますか、대전のナポレオンの김경식のあちょっと言葉が一応、そんなものも来てくれてありがとうございます。あにーなんか、月の下で私が告白したとき、うん、言葉もできない私が告白したとき、OK してくれてありがとうございます。なに、そこにその時クリコがもしかして OK しないと、私人生には本当に日本もないし、本当に日本ということもないし、あ、うん、めっちゃ嬉しい、あ、本当、本当、ええ、本当、クリコ、ウェウロウェウロ、あれあれ、クリコ、ウェウェウェ、あ、もう急に月の話、この話の後に、ウェウロ、私も泣きたいんだよ、本当、それだ。근데뭐아언뜻언뜻근데뭐요泣かないで泣かないで알겠어요저한테그룹가오케이しないと私には日本という国もないし、この幸せも私は知らないと思いますよ。2017年9月27日から契約を41日、ありがとうございます。はい、감사합니다。왜울어버릴까봐왜울어왜왜왜왜왜家族の時から泣きたいでした。これに困るよ、チェリー。はい、かもしれない。あれや。だからその時私が、わ、詐欺じゃないかなと思って、いや、そんなもんちゃうもって、それだったら私たちね、ここまで YouTube とかするまでラブできませんよ。もちろんクリックも同じと思いますけど、韓国について興味も、まあ、あんまりもないし、韓国語とか、私も同じ日本にそんなでしたけど、付き合ってロッキーに YouTube をして、ロッキーにみんなも好きしてくれて、オフ会とかしていい友達、同じシチュエーションにいる人たちもあって、今までそうだったら今からも正直とても楽しみにしてます。本当、私たちに何のことが来るかな、本当に、え、うろう、あ、ちっちゃくちゃ、こっちくらいとかお互いに幸せですよ。いや、幸せにか、これの嬉しい涙じゃない、普通に同じ奈良の人だったらできない経験もあるから、私たち保持しやすい性格にはお互いにボギできないよぐらいにいつも楽しいをあげてると思います。特に私めっちゃもらってますから、こんばんは、あいこさあよ、じゃぎ
クフキヒ。もう時にこれちゃんと泣いたら。でもいい話だって、最初からいい話やった。おっとっけ。本当。楽しみだ。いやちーちゃんおっとっけ本当に。もうなんか今日最初から泣きたかった。ああ、もうがちっちゃ心がめっちゃ掃除で、ね。私たち今日考えるのに結構時間かかったけど、うん、考えるだけでもなんか感動するし。うん、自分が。そうそう、でだし話してても途中でいつもない感情が、うん、そんな感じがしました。ちーちゃんありがとう、天国だ。特に今同棲してる人とか、まあ、もうすぐ遠距離になる人とか、うん、逆に今遠距離中の人とかでも、うん、コロナで自分の時間を持ってる人が多いと思うし、うん、家にいないといけない時だから喧嘩も多くなったりすると思うから、ぜひなんかこのありがとうチャレンジやってもらえたら、うん、もっとなんか相手が大事に思える。私もともと大事に思います。私も思ってたけど、私市場私100私億私おお今まで撮った動画の中で一番心がパーッ、こんなの、これ多分来年ぐらい教科書に載ってるんじゃないか世界やっぱり近い人にこそ感謝の言葉をあげる、これでも本当に皆さんもやってみてください。今日も많이담배가피고싶으셨겠지만잘참고끝까지봐주셔서진심으로감사합니다。감사합니다。